はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。千葉様、リズム様、義之様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。メール党員懇親会記念説の会ご出席ありがとうございました。初めてご参加の方も多かったであります。これだけのために沖縄からいらしてくれた女性もいらしてですね、たまげました。大変、お金も時間も大変ですよね。沖縄はやはり分かってない人が大半だが、よーく分かってて危機感を持ってる人も結構いるとのことでした。宗師さんとかお元気かな、一緒に富士でも歩った沖縄の方なんですけれども、川口からご出席の女性、自転車乗ってる時にですね、クルド人の子供に取り囲まれたことあったそうであります。子供のくせに色気づきやがって、何考えてんの。川口駅でなくてですね、ちょっと離れた郊外の公園とか、とかに平日の昼間でも子供がたむろしてんだって。学校行ってないんでしょうねこれ。希望者は義務教育受けさせてやるけどという、ことになってんで、希望しない外国人は学校行かなくても別にいいんですよね。親も学校行ってない。だから子供を学校に行かせるって概念なさそうですね。にしても不法滞在の身分で繁殖してんじゃねえよって感じ。日本人の若者ですら繁殖できてねえのに、何を不法滞在者の分際で繁殖してんだよって殺意が湧きますね。昨日で我が国は建国2684年でありました。中国、ロシア、北朝鮮が我が国を狙っておりますけれども、これだけ続くですね、我が国をですね、我々の代で危険にはさせませんよね。ウイグルチベットみたいなことになっちゃったら、あの時の大人がしっかりしてないからって子孫に怒られますよね。ですんで、我々大人おっさんがしっかりしないとね。おっさんおばさんというかおっさんはいいけどおばさんはダメって風潮になってますね今ね。まあしゃあないか、ホワイト化社会でね。2月10日から始まった春節だが、経済悪化で訪日中国人が半分以下になってるそうであります。激減と言ってもいいわな。爆買い期待のドラッグストア肩透かしを食らったとか言ってんだって。そりゃね、株の空売りは死刑ってぐらいやらないと大暴落を防げないレベルで崩壊してんですからね。のんきに日本観光してる場合じゃないですわね、中国人たちもね。世界一のモーターのメーカーニデック、旧日本電産、日本電産は知ってるけどニデックって名前に変わってたのかの長森会長、この人は日本電産創業者だから、本田宗一郎みたいにチャキチャキのあれなんですよね。なんつうのかな、チャキチャキなんですよ本田宗一郎みたいに。なんせ創業者だから。中国事業は全滅、成長率 5.2% なんか嘘、実際は強行状態。証券監督委員会のトップをすげ替えたが、それがなんと警察バタ出身、死刑って言ってるぐらいだから警察連れてきたのかな。近平の経済政策が悪いのに株が悪いのはお前が悪いとか言って旗違いの人間を連れてきた。本当に中国は大没落していくんだな、言っちゃってますよ。さすが創業者。さすが創業者。チャキチャキだなぁ、って思いますけれども。経済崩壊で失脚すんのが嫌な近平ね。失脚するぐらいならば、と、やけくそで台湾侵攻する可能性ありますね。台湾侵攻に、成功したら、経済崩壊、チャラにできんなぁ、なんて。やけくそで甘い考えで、台湾本当に攻めていくかもしれないですね。アメリカ人から日本に帰化した中年女性のアンちゃんっていう人がいいんですけど、日本における人種と人種差別に対する意識の欠如とは驚くべきものです。とかツイートしちゃってですね、じゃあなんで帰化したんだバーカと
非難合々あっておりました。世論です。聞かせん方が良かったやん。人生かけて何やってんの。世界中どこでもそのコミュニティの文句ばかり言ってたら嫌われて当然。こいつらの言う人権って自分の権利のことしか考えてないんだよね。人権って言葉使ってればマウント取れるって考えてそう。こいつ前から健康保険犯罪を指摘されてたやつだぞ。詐欺師みたいですね、この人。革命ごっこなら予想でしてくれ。結局医療目当てに聞かしただけだろうが、これだろうな、医療保険にただ乗り女。数年後には特定野党から立候補してそうなやつだな。特定野党や自民党からも立候補しそうだよ。エリアルフィアとか、国盛のエズスさんとかね。試験です。じゃあなんで聞かした、怒涛のツッコミ入ってましたけど、それに対してまた差別で返してるらしいんですよね。そんなこと言うのは差別とか言って、自分で変なことをつぶやいてそれを指摘されると差別のバカの一つ覚えのバカ女だそうであります。他にも何でもかんでもですね、差別で返してて何言ってんのって失笑されてた帰化女いましたよね。エル・アルフィアとかいうバカ女ですけれども、あいつウイグル人とウズベキ人のハーフ名乗ってるんですけど、元の国籍は中国人ですからね。中国人から日本人に帰化したの。集英社の記事によればですね、河野太郎が引っ張ってきて千葉5区に出馬が決まったっていう、中共の犬仲間でしたね。犬仲間でした。エル・アルフィアが、まあ元中国人で、中国共産党の覚えめでたく、日本に帰化していいよってことになったわけだ。あと国連の職員やってたみたいだから、中国共産党の覚えがめでたいわけだ。そいつを引っ張ってきて、千葉から立候補させよって河野太郎。中共の犬でしょうよ、女の。もう裁判で申し立てようと思ってます。米国、老後暮らしたい国は、アンケート調査で日本が1位になっちゃったんですよね。今後こういうのが増えると思われますよ。こういうわけわかんねえのがね。だから皆さんはですね、差別って言われてひるまない覚悟と訓練を、むしろ差別って聞いたら、ああこういうこれあれか、エリアルフィアとかアンちゃんとかと道理があって警戒してください。アメリカの高齢者ばっかね、リタイアした人ばっか日本に来たらますますね、平均年齢上がって保険圧迫するんだろうが。やはりですね、外国人に国民健康保険を使わせるのはやめてですね、大体なんだよ国民健康保険を外国人が使うって。国民健康保険って日本人健康保険のことじゃねえのかよって、突っ込みたくなんですけどね。本当に自民党頭おかしいよな。やめてですね、民間の医療保険あるでしょ。今の通院いくら、検査いくらっていうこと細かい健康保険が、それで代用してもらうか、公的にやんだったらですね、外国人は別会計でやってもらいたいっすよ。んな高齢者ばっか組んじゃったらさ、滞納率全然高いしさ、豊島区では 53% 滞納してましたよ。外国人の 53% が滞納してましたよ。高齢者ばかりってなったら病気になる率も高まるんだからさ、別会計でやってくれよ。日本人に試合を救うんだからね。日本人と会計混ぜたら日本人が割り食うよ。んな高齢者ばっかりアメリカから押し寄せたんだからさ。自衛隊従来日本赤十字から調達していた、調達するとしていた失血対策、出血ですねの血液製剤を独自製造すると発表。全血液対応の O- 全血製剤を作ると発表になっておりました。世論です。戦争が近い、始まるよん。そんなもん本当に作れんの。食料増産命令といい戦争準備が始まってるな。空き地でさつまいもを栽培しないと。臨戦態勢ってやつですね。自衛隊病院で作るそうなんですよ。冷凍保存で10年持つって。で全血製品っていうから、献血してもらってそれをパック詰めして、いうことになるんだと思いますけれども、予備知識としてですね、知ってる方はもう多くて今更だと思いますけれども、 ERH 因子がない人が
RH マイナス、ある人はプラスの人、RH プラス。RH 因子がない血は、プラスの人にもマイナスの人にも輸血できます。A 因子、これはですね、赤血球の方、赤血球に A 因子がある人は A 型か AB 型になります。B 因子がある人は B 型か AB 型になります。A 因子も B 因子もある人が AB 型になりますね。A 因子、B 因子、どっちもないのが O 型。つまり O マイナスは因子が何もない。AB 因子も RH 因子も何にもないっていうのが O マイナスっていう血液型。なので、どの血液型にでも輸血できます、これ。私は残念ながらですね、O 型の RH プラスなんで、協力できんな、自衛隊さんにはな。RH マイナスだったら、献血に協力できたのにな。私、極度の貧血で、手すぐ真っ白になっちゃうんですけれども、全血製剤の製造をですね、防衛省がやっとですね、いうことになり、権限を失った厚労省は面白くないでしょうけれどもね。まあ、防衛ってなったら、厚労省のメンツなんかどうでもいいですよね。9日、23時頃、夜中の11時ですね。川口市西青木4丁目で、十数人が男性を取り囲んで、金品を要求する恐喝事件発生。ナイフや特殊警棒を出して脅してたんだって。世論です。世紀末っぽい。スラムや川口から日本人がいなくなるかも。すでに一部がゴーストタウンになりつつある。おばさんが川口に住んでるけど心配です。川口の川に男の人2人が浮いてた事件はどうなった？こういう風にした今の市長は責任を取れと。なぜかどこも詳しく報道してない。これだって警察の警報、取り上げましたけれども、どこも報道してない。こんな、なんだか日本じゃないような事件起きてるのにね。大事件じゃねえの。夜中の11時にこんな大人数がですね、うろうろしてるだけで怖いですよね。ナイフ持ってるだけで捕まりますよね。刃渡り6センチ以上の、刃物ですか。銃刀法違反でね。出したら当然捕まりますよね。ナイフ使っての脅迫、脅迫活は、罪が重いですよね。殴るぞ蹴るぞなんかよりもずっと。だからこんな雑なことを日本のヤクザやりませんよ。やるとすればですね、知能に問題がある半グレもしくは外国人と。皆さんね、口には出さないけど、川口か、丸々人やなーって思ってますよね。思ってますよね。岸田総理、外国人が暮らしやすい地域社会を作る必要がある。世良政則さん、日本人が暮らしやすい国を作ることが総理の使命じゃないの、思わず突っ込んでしまいました。世論です。外国人の前に日本人のために働けよ。こんな男を総理にしてしまったことを我々は恥じなければならない。お前はどこの国の総理なんや。今フランスで暴動を起こしてんのは移民の2世3世と。外国人も暮らしやすい街づくり、そっくり同じことを言ってたやついました。奥の木川口市長。こんなこと言ってました。そっくりなんだし。で、今、川口があんなことにね。どこ行ってもですね、浅はかないいかっこしいのバカは言うことが同じで、まあ、興味深いですね。感心してもいられませんけれども。イスラエル軍、ガザの地下トンネルを捜索し、ハマスのサーバーを発見。コンピュータールームみたいなとこ発見したんでしょうか。そのサーバーの電源は、国連パレスチナ難民救済機関、通称、通称アンルは、ガザ本部から引いてたことが判明。ガザリーニ事務局長、知らなかった。ここの職員自身がですね、アンルは職員自身がイスラエル襲撃に参加、あるいは息子が参加してたこともバレてましたよね。世論です。本部からトンネルまでの映像が出てる。偽札作りのカリオストロみたい。国連がテロ組織、こんなんで金くれって言ってたろ。ハマス擁護してた日本のメディアもうさんくさすぎ。しらきってんな、これ。
知らなかったなんて絶対に嘘。黙ってても金が入ってくる組織は腐る。ハマス熱狂支持パヨ、これどうすんの。令和新理教がアンルワに100万円寄付したってよ。アンルワだよね。アンルワイコールハマス本体って見た方が理解早いんじゃねえの。だってアンルワ職員が襲撃に参加してたもんね。こんなのに日本も金出したんだもんな。お花畑だよな。今は止めてますけど、国連の権威は地に落ちましたよね。私ら分かってる人の中では国連はむしろ敵対組織って日本のね、考えになってますけれども、そんなアンルはイコールハマスに令和がですね100万円寄付したと海外報道。中核派令和が同じテロ組織の友好団体のハマスに陣中見舞い軍資金ってとこですかね。国内報道は一切なし。都合悪いんでしょうねこれね。世論です。バカ丸出しですよね。令和新選組を破防法適用団体。アンルワはイスラエル攻撃に協力して虐殺を支援したテロ組織だよね。テロ支援政党。令和のテロ支援は綺麗なテロ支援。そろそろ公安の出番か。令和は日本に必要ないからガザに引っ越して。公安調査庁はとっくに令和を監視対象にしてます。そう公表してないだけで。中核派は監視対象じゃないですか。令和は中核派の一部って位置づけなんですよね。アンルワが負担してたハマスのサーバーの電気代は月額20万円程度だった。で、そこまで分かっちゃってる。100万円寄付なら5ヶ月分の電気代になるね。やったね。 NHK を含め日本のメディアはこの寄付を一切報道してない。イコール令和の味方、イコールアンルワの味方、イコールハマスの味方と。一応民主主義国家のイスラエルよりですね、暴力で自分の意見を通そうっていうですね、テロ組織の味方が日本のメディアなんですわ。もうどうにもならないから、日本のテレビ新聞はどうにもなんねえから、いずれ滅ぼしましょうね。今日のその他のニュース、すっかり報道が減った能登地震だが、発生してから、6週間経過した現在でも約2万3000人が避難生活中。一刻も早い日常の回復を願っております。能登地震で出たゴミや瓦礫は被災地の59年分、周囲の自治体も手伝ってせっせと燃やすしかないでしょうねこれね。朝日新聞記者が桶川西高校で講演。デマや陰謀論に反応すると似たような情報が集まってきます。即座に反応せず様子見して、日本有数のデマ製造機がデマに注意とはどう見てもブラックジョークと話題になっておりました。サンゴは大切に、慰安婦は捏造だったよね。誤報だって言い張ってっけど捏造だよね。だって20年間の間に7400本も慰安婦記事書いてんだもん。驚くべき執念だよな、思います。というわけで、メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。